まあ、ぶっちゃけると論述があるかないかなんですよ。ほ論述の対策なんですよ、完全に地方国立の対策って。なるほど、なるほど、はい、そうですね。円号とか資料っていうのは字数が足りない人が字数を稼ぐのに割と有効な手段じゃないですか。おこれテクニックですね、うん、はい、なるほど。武田塾チャンネル。武田塾教務主任の中森です。武田塾教務の高田です。中森先生、はい、本日は、うん、今回はですね、日本史の2017年武田塾の、うん、カリクラムの、うんうん、地方国公立レベルの動画を撮っていきたいと思います。はい、はい、なのでこの動画を見る前に日大レベルの動画を見ておいてもらった上で、今回の地方国公立レベルの動画を見てください。はい、はい、では、日本史の地方国公立レベルにかかる、うん、期間、週数を教えてください。これはまあ12週ですね。12週間ですね、うん、はい、では使う参考書の冊数は何冊になりますでしょうか。日大レベルから年代暗記がそのままやってくるんで、はい、それが1冊込みで計4冊ですね。4冊ですね、はい、ではそれぞれの参考書を教えてください。はい、まあ、ぶっちゃけると論述があるかないかなんですよ。論述の対策なんですよ、完全に地方国立の対策って。なるほど、なるほど、はい、そうですね、まあ、私立だったらマーク式の問題が多いですけど、うん、地方国立だったら、まあ、ほぼ論述ですもんね。で、そもそも論述が出ないとか、論述以外の一問一答的な問題が出るんだったら、はい、日大レベルで十分だと思うんですよ、正直。なるほど、うん、なので、論述の対策と、まあ、資料対策ですね、が主になると思うんですけど、はい、使うのがまず、小説日本史、教科書ですね。教科書出ました、うん、はい、これは、うん、あのマーチ総計レベルの時には、うん、石川の実況中継だよとか教科書だよ、うん、どっちでもいいよって話をしてたと思うんですけど、うんうんうん、今回どうして教科書なんですか。あの、ね、論述はやっぱ教科書がいいと思うんですよ。なるほど。っていうのはその心は、はい、実況中継的な書き方を論述ではできないんですよね。結局、はい、教科書に書いてある文章を、うんうんうん、模範解答とかね、論述の参考書とか、うんうん、アカウント解答見ても分かるけど、大体ね教科書とか用語集の文章っぽいの使ってるんですよ、うんうんうん、確かに。別に実況中継じゃダメなのって言ったら全然そんなことはないですし、うんうん、はい、なんならそのこの前になぜと流れが分かる本金谷先生のやつがやってるから、はい、全然その知識的にはあれでいいんですよ。ただ、はい、論述をあと書こうっていう時にネタ入れのために教科書読んどくと書きやすくなるっていうのはやっぱあるかなとは思うんで、はい、まあ、これかなという感じですね。いいチョイスですね、はいはい、ではそれ以外の参考書、はい、でその後論述の参考書として考える日本史論述、はい、うん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 、これはまあ1日1台とか時間があればね2日に1台ぐらいで書いていって、まあその後教科書とか読み込んだり模範解答と検討を比較してその自分の知識を入れ直したりしてリライトですね、しっかりやってて、リライト書き直しのことね、同じ問題を書き直したりして何回もやるっていうことをやっていってほしいという感じですね。はい、わかりました。そうですね、まあ教科書を全部覚えるのは無理かもしれないですけど、うんうん、教科書を本当に読んでいって応仁の乱の流れを説明できるようにしたりとか、うんうん、各出来事を説明したりその因果関係を論述でちゃんと書けるようになっておいてほしいって感じですね。でちなみに、はい、東大を受ける場合とか、はいはいはい、まあ、一橋とかのこの後東大ルートっていうのを紹介するんですけど、はい、レベルを。でその時にはこの前に、はい、日本史講義時代の特徴とその展開を挟んでほしいというのがあるんですね、はい、これはどんな参考書ですか。これはそのなんていうか見方の幅を広げる参考書って感じですか、うん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 、この参考書やった人って、あ、日本史の見方変わりましたって結構言う人多いですよね。多いですね、はい、あの回答というかあの内容を覚えるというよりはあこういう見方もあるんだなみたいな、うんうんうん、だから教科書内容入ってきてない人が逆にあれ入れてもこういう見方があるんだな前にまず教科書的なやり方しようかっていう話になっちゃうから、うんうんうん、やっぱある程度の知識がいるかなっていう感じですかね、あれに入るためには。はい、わかりました。それをやった上で論述の対策をしていってくださいね。ね、はい、であと残っているのが年代暗記の残りをやることと、はい、あと資料問題ですね、日本史資料問題一問一答の完全版の、はい、まあ、星3星2のみやっておいた方がいいかなと。でこれは論述のワード使う意味でも資料とかの知識ちょっとないと結構書きづらいですよね。うん、なるほど、まあ、それも含めて、資料問題もやっておいてほしいですね。だ年号とか資料っていうのは字数が足りない人が字数を稼ぐのに割と有効な手段じゃないですか。おこれテクニックですね、うん、はい、なるほど。そうだから例えば資料を元に論述しなきゃいけなかった時とかにこの資料をもうなんていうか噛み砕くっていう意味でその、うんうん、一問一答で聞いてるような内容を書き足せば、うんうん、それだけで字数が稼げたり内容が詳しくなったりできるわけだから、うんうん、そういう意味でも資料対策っていうのは実はその資料を覚えることだけが重要なんじゃなくて資料からこう掘り下げるっていう意味で大事になってくるんで、まあ本当に時間なかったら最悪論述参考書だけやればいいけど、まあ、やっといた方がかなり便利だと思うよって感じですね。あと、はい、年代暗記もすごいいいですよね。
結構国公立の問題ってこの出来事の経緯を説明しなさいとか、うんうん、この出来事のなんですかね、流れを説明しなさいというような問題が多いんで、はい、経緯を説明しようと思ったら出来事の順番を整理して覚えていく必要があると、うん、その時に年代暗記法とかすごい使えますよね。ですね。で、地方国公立に関してはこれでいいんですけど、はい、ただ今後その東大レベルを目指したりとかする時にちょっとその、まあ、特に、まあ、ありえるのは正直その本当に国立しか受けないんだったら多分この後論述対策だけいいと思うんですけど、うんうんうん、ちょっとやっぱりその私立も受けたいなとか同時並行でやりたいなって人だと何やっとけいいのみたいな話が出てくると思うんですよね、うんうんうん、何やればいいですかそれは、はい、それはやっぱ実力をつける日本社会でやっといてほしいですよね、うん、なるほど、うん、まあそうですね、論述だけじゃないですもんね、いろんな知識を必要と、いろんな知識の複合的な問題が出るのが実力をつける日本社会大なんで、うん、これをしっかりやっておけば安心ですね。特に今学校で言うとやっぱね、あの東大はちょっとまた違うかなって気がするけど、まあ、でもやっといた方が知識はまあ深くなるかなと思って、はい、だ一橋なんかの社会なんかだと結構難しいこと聞いてくるから、はい、やっぱその国立の中でも掘り下げてやるっていう意味だとこの辺やっといた方がいいかなと、うんうんうん、まあ、あと大体みんな難関で受ける場合だと早慶ねセットで受けるじゃないですか、うん、確かにそうですね、まあ、カンカン同率とかマーチでも100台なしでじゃあ日大レベルでその論述の対策だけでいけるかって言われると結構やっぱ辛い、ねうん、知識面でちょっと不足ですね、うん、はい、演習量もねどうしてもその国立優勢になるだろうから不足するから、はい、まあ、100台やっておくとかなり対応しやすくなるんじゃないかなっていう意味で、まあ、難関台を受ける予定の人は100台も挟んでおいた方がいいかなって感じですね、はい、であとマーチのレベルでもこれ紹介してるんですけどその時一問一答同時に使うって話をしたと思うんですよね。はい、まあ地方国公立の場合でも使っておいた方がいいです。100台使うんだったら一問一答でちゃんと、ね、同じ範囲確認するって方が、まあ、知識入れやすいんで、うん、この時は、星3星2のみではなく全範囲って感じですかね。まあそうですね、ただ、はい、まあ、国立しか受けないんだったら星3星2でも正直いいかなって思います、うん、だけど早期受けたりとかね、はい、考えてんだったら全部やった方がいいと思うんですね。はい、わ、はい、かりました。東大レベル進む場合だったらこの辺やっておいた方がいいよって感じです。はい、わ、はい、かりました。今回は以上です。武田塾では無料受験相談を受け付けています。受験について何か悩みがあればいつでも僕のところに質問しに来てください。質問しに来てね。はい、そんな受験相談のお申し込みはこちらで、はい、我々2人プラスあと高田くんで高田先生若手が送る若手 TV これが始まりましたね。やばいですね。そう、こちらはですねちゃんとこちらから見えます。はい、最後ですねやっぱりチャンネル登録してほしいじゃないですか。そうですね、皆さんこちらからチャンネル登録の方もぜひお願いします。お願いします。